小松純也の目的その2。はい、本日の、配信は、第2の矢、3本の矢のうちの第2の矢の、説明をします。第2の矢、知性の育成。第2の矢は知性について、その知性の育成っていうことに対してですね、僕はやろうと思ってます。小松政権の教育改革。これはまあ僕がいずれ政権を取ったらですね、小学校から留年をして、で、中学校は必ず受験をするっていう制度にしようと思ってます。で、偏差値60未満の学校は全て並行にします。で、偏差値60に至らなかったら、進学できません。でも進学できなくても年齢に応じたら、労働もできるし、その他権利は、あるんですけれども。自由な生き方。社会に合わせた人ではなく、人に合わせた社会を作る。要はその、最低限の、教養がない、知性がない人たちがちょっとあまりにも多いので、それを絶対改善した方がいいなって僕は思ってるんで。で、その、最低限のルールの中にこそ、自由はあるという考え方。で、その、行き着く先、知性とは何かっていうと、結局のところ、その生きてきた中で積み重ねた知識であったり、経験であったり、それをまた活用する知恵であったりするわけなんですけれども、今日のニュースで、堀江さんが通信制高校を始めるってことを、やってましたけど、堀江さんも見てるとこやっぱり似てるなと。で、僕と堀江さんは多分、堀江さんは無政府主義者なんで、僕は、どっちかっていうと、すごい、立憲君主国であり続けてほしいと日本には思ってるんで、そういったところで多分、すごく、彼と根っこのところは違うのかもしれないけど、根っこのところが一緒なのかな？枝が違うと思うんですけど、結局彼もやはり東京大学、入ってるし、知性と教養のある方だと僕は思うんですが、で、僕が小林義則を、好きだというと、頭の悪いネトウヨの人は、お前は男系天皇派で、彼は女系天皇派じゃないかっていうようなことを言うんですけれども、頭のいい人は、僕のその言ってることを理解してくれて、僕が女系派だろうが、僕が男系派であろうが、ぶっちゃけあんまり関係がなくて、要は大事なことっていうのは、その中で、同じ国に生まれて、同じコミュニティを持ってる人間、例えば堀江さんは無政府主義者だから、人類全体なのかもしれないんですけれども、に対するですね、何か利益を得られるような、そういったことを考えられる、その集まりの、サロンのようなものを開こうと思ってます。知性があってこその人類。そこは、その思想の方向性ではなくて、その人の、本質的な、方向性、それを、持った人たちがそれぞれ自分たちの意見を発信し、それを交え、そういったことができる、そういうサイトを、今後作っていこうと思ってます。一応知性を磨き合うためのサロン。編集長候補はいるんですけれども、そこでまた興味を持っていただいたら、このようにも応募していただければいいなと思います。ということで、明日は、3本目の矢について。でも明日雨降りそうなんだよな。でも雨降ってるその中でロケーションするのもちょっと面白いかなと。今その川越のいろんな公園とか、僕の好きな場所で、動画を撮ってるんですけど、はい。そんな感じで、明日は3本目、どういう、組織を作っていくかということで、話していきたいと思います。次回も小松純也がこれからやろうとしていること、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。